真渡隆リは、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。大分県佐伯市出身。上智大学卒業後、新寮冷熱工業に就職。衆議院議員、鳩山邦夫の秘書を務める。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、東京15区から民主党公認で出馬する。無所属の現職、柿沢浩二に大敗し落選。 2003年11月の第43回衆議院議員総選挙では神奈川4区から無所属で出馬する。再び大敗し、協託金を募集。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では愛知3区から自由民主党公認で出馬する。民主党の前職、近藤翔一に敗れるが比例東海ブロックで復活し初当選。二千九年八月の 第45回衆議院議員総選挙では、再び自民党公認で、愛知3区から出馬する。近藤にダブルスコア以上の大差をつけられ敗北、赤配率が低かったため比例東海ブロックでの復活もできず落選。2014年東京都知事選挙に出馬した、細川森弘の陣営事務局長を務めていたが、選挙期間中に退任することとなった。マわりらのグループと、 急に本市統計グループによる主導権争いが激化し、マダラの退任の理由を陣営幹部は体制強化の一環と説明。関係者は内紛だと語ったが、マダラは内紛を否定した。細川、小泉、冬の陣から選挙先終盤の東京都知事選。ネッ IB ニュース http コ <laser. S 1> ロンスラッシュスラッシュ www。d ata ダッシュ max。co。jp スラッシュに零一四スラッシュレ。a にスラッシュレ。a。六スラッシュポ<ー>スト一万六千四百五十六。tm。零に html。二千十四年十一月二十一日閲覧。都知事選、細川市陣営でないフ。ふん？戦事務局長が退任へ MS。msn。 産経ニュース退任ま渡り、島末美海自身のブログ、鳩山国を知ら津島配流運営幹事会。共同通信社。 47newshttp://www.47news.jp:/cn/200610/cn2006100401000463.html2014 年8月5日閲覧。進行まわり、始末日替え。ありがとうございます。